川口プロデューサー阿部です。山口です。小木です。はい、ということで今日はですね、僕の持ち込み企画でございます。よろしくお願いします。はい、はい。僕がですね、 YouTube で見てきました。オルタナさんと水溜りボンドさん、スカイピースさんが、はい、オルタマリピースっていうのでたまに動画を上げてるんですね。でそこの中の企画でめちゃくちゃ面白そうなのをやってたんで、うんうん、ちょっと僕たちもやっていこうかなっていう感じです。はい、ちょっと真似ちゃう。全部見ていきます。でそのゲームが検証動画をしてまして、敬語を使うとはいと言ってしまうっていうものがあるらしいんですよ。はいって返事をしちゃう。はい、まあ今のわざとだよね。なんでだから面接をします。で面接官とは普通にまあ会話してください。ふざけてももちろんいいんですけど、面接にももちろん受かるつもりで、はい、敬語で話してもらいます。はいはい、それでは早速やってみよう。あ、はい、それでは次の面接の方どうぞ。あ、ちょっと気をつけてください。ぶつかっちゃって。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。あ、そちらにおかけください。あ、ちょっと、じゃあその前にまずあの自己紹介と出身とか軽くしてもらっていいですか。小木聡と申します。小木聡さん、はい、九州大分県の出身です。はい、結構の年になりますが、まあ使っていただけるかどうかわからないですけど、はい、よろしくお願いいたします。はい、小木聡さんですね。はい、はい。おじさん早いっすわ。そうでしょ。ごめんな。マジで？もう一回。座る前ですよ、おじさん。座る前。テイク2。それでは次の方、どうぞ。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあそのままちょっと自己紹介ね、はい、してもらいましょうかね。そうですね。小木聡と申します。はい、九州の大分県の出身です。はい、はい、いいですね。よろしくお願いします。お願いします。なんか見た目しっかりしてらっしゃっていいですね。小木さん、この面接2回目ですよね。そうです。通りで見たことあるなと思いました。去年も来てました。去年来てました。来ました。来ていらっしゃる。ありがとうございます。はい、終了。もう座れないっすね。座れない。じゃあ無理だって。もう一回やるんすか。もう一回やるの。もういいんだけど。3度目の正直ね。じゃあ続いての方どうぞ。続いてじゃねえんだけど。どうも、はじめまして。あ、若くなった。若くなった。なんか元気な方で。元気な方。小木聡と申します。小木さん、こちら小池県の出身です。はい、はい、はい。自分から言った。嘘やろ。嘘言わない。え、何言っちゃうよ。続いての方どうぞ。失礼いたします。はい、女性の方ですね。おはようございます。おはようございま す。じゃあ、自己紹介の方をしていただいて。長吉翼と申します。よろしくお願い申し上げます。お願いします、はい、お願いします。じゃあ、とりあえずそこまで、ね、おかけください。失礼します。はい、あ、いいですね、なんかお綺麗な方でね。綺麗、なんかいい感じで、履歴書を読むと、語学が堪能と聞いたんですけど。え、堪能っていうほどじゃないんですけれども、はい、オスマン帝国の逆襲というドラマの、あるシーンがすごい得意で。それはあれですね、オスマン帝国を逆襲しませんので間違いなんですけれども。あ、そうなんですか。はい、どうする、テイク 2? もうほら、無理でしょ、絶対無理だよ。絶対無理だね。認めた。え、つーちゃん、ちょっともう一回やろうよ。もう一回、続けてやってる。もう無理だよ。じゃあ、次の方どうぞ。失礼します。はい、こんにちは。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。お願いします。じゃあもう一度だけ自己紹介からやってもらいましょう。はい、長吉翼と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、翼さん、座っていただいて。どうぞ。失礼します。はい、あれ、ちなみに長吉さん、ご出身はどちらでしたっけ。出身は大阪府です。あ、大阪府なんですね。大阪府、大阪のどちらですか。大阪府、ふ、大阪府、府ですか。府ですか。県ですか。府ですか。ええ、大阪府岸和田市というところです。岸和田市。あ、
これって何に関する質問ですか？職務に関係のないことであれば答えないあのいや、プライベートのことを知っておかないと、そうですね、ちょっとあの何が起こるかわからないので。どういったことをされてる会社なんですか？結構ブラックな会社です。ブラック。逆に責められてる。わりかしブラックな会社なんで、はい、はい、もうタイムカードは当たり前のように書き換えます、書き換えます、書き換えます。そうですね。ではですね、今日お時間をいただいたんですけれども、はい、辞退させていただきたいと思いますので。あ、本当ですか？最後の最後、最後の最後の最後で。めっちゃいいんだな。鼻ほじんな。鼻ほじってるよ。鼻ほじるように見えるよ。言っちゃうわ。言っちゃうでしょ。やばい。続いての方どうぞ。失礼します。はい、こんにちは。おはようございます。おはようございます。あ、元気よかったですね。いいですね。じゃあお名前と、出身なんかとか自己紹介をしていただいて。山口さきです。大阪府出身です。です。結構手入るんですね。どうしよう。顔が元気なんです。あなたは元気なんですね。そうなんだ。なんかちょっとなんかちょっとふざけてる感じがしますね。自己紹介もう一回最初からやり直してもらっていいですか？わかりました、はい、山口咲です。大阪府出身です。なんで笑ってるんですか？どうしてるんですか？面白い。おい、失礼だな。山口さん、それはちょっと失礼だったら面白い。ですけど。どうしたんですか？ちょっと、なんかあんまり、なんか撮りたくないですね、あんまりね。めっちゃ状況不安で。なんかこんな感じの方、ちょっと不安ですけど、まあでもせっかくなんで。座ったら落ち着くかもしれないんでね。座っていただいて。座っていただいて。座っていただいて。はい。はい。なんですか、なんで今回うちの会社を志望したんですかね？楽しそうだなと思って。どのようなところが？コミュニケーションがみんなで取れる会社だなと思ったので応募させてもらいました。そういうところが結構いい感じだなっていうふうに思ったってことでいいですか？そうですね。そうなんですね。どこで今回の応募を知った？広告に出てました。広告？はい。ここに出てた。はい、終了。続いての方どうぞ。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあそのまま自己紹介していただいて。堀さやかです。東京都出身の。ええ。です。じゃあそのままね、座っていただいてね。失礼いたします。はいはいはい、はい、いいですね。なんか女性いいですね。華やかになりますね。やっぱりね、お綺麗な方ですからね。そうですね、男ばっかの会社なんだ。いいです。今までどんな芸能人に似てるとか言われました？キキリンさん。ああ、なるほどね。エクステつけた時はなんて言われてる？ムッシュか。ムッシュさん。ムッシュさんって呼んでいい、大丈夫ですか？じゃあムッシュさんは、ムッシュさん。それはちょっと。ちょっと堀さんで行きますね。堀です。あ、堀さんは ご兄弟とかいらっしゃいますかね？あ、上に姉が。上に姉が。上には姉しかいないんですね。姉が3個離れた姉がいます。ああ、そう、3個も離れてるんだ。そうなんですね。へい。へい。へい。あれ？へい。ご出身出てるんですか？あ、だから、なるほど。あ、だからですね。ヘイがアウトだろ。それはアウトですね。はい、ということですね、今回はこんな感じのちょっとゲームをやってみましたけれども、うん、ぜひ皆さんもね、やってみてくださいということで、はい、今日は終わりたいと思います。はい、この動画が面白いと思った方はグッドボタンと高評価の方よろしくお願いします。はい、それからですね、下の概要欄に僕たち、役者もやっておりまして、詳細、Twitter のアカウントですとかそういったものが書いてありますので、ぜひぜひそちらからお仕事などをいただける方はですね、ご連絡ください。よろしくお願いします。お願いします。それでは、さようなら。さようなら。はい。はい。また見てください。一つだけ特技とかあったりしますか？特技はダンスですね。あ、ちょっと踊ってみてもらって、軽くなんか。あ。いっすね。ヘイって言ってもらっていいですか、そこで。ヘイ。あ、もういいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。